この機体はですね、MiG-29 ということでね、もう MiG って聞いたら、あそこの国のジェットかという形になるんですけどもね、重力キロあるそうです。その重力キロの機体を、まあ、ジェットエンジンで軽々と上げると、全く同じ重力の機体を作るということで、何ら変わりません。ただ小さくなったというだけで、全て本物のジェットエンジンと全く変わらない構造となっています。全長はね、2m40があるそうですけどもね、ジェットの中では大型の飛行機というふうになると思います。ただいま目の前250キロくらいの速度でしたね。そのままロードパスしました。機体の重量が、水力に対して、軽いということで、ここでクズパワー加速しながら上昇しております。そこから1円満タン、さすがにスピード出していくと分解しますのでパワーを絞ってますけど、ハーフスロットルで目の前に通過していきます。そこからパワーを絞って目の前360度ターンですね。こっち側ターンしました、まあ、ハーフロップ、こっからパワーにまた上がっていくと、バックパワーになりました。上昇している速度でも200キロ弱まで、機体が大きいのでね、意外と速度感がないんですけれど、もし横に地域が飛んでるとすごいスピードで飛んでることになりますね。そのまま、ぐるぐる回る、ノズルが可変になってますので、ジェット機らしくない、エアキラーに負けないようなぐるぐる回ったようなエンジンができます。ここからジャックを変えて木の葉のようにぐるぐる回ってます。これは同梱じゃないんですよ。誰でもできるんですけれど、コントロールしてジャックの向きを変えてスピードができます。はい、ここから斜めに入ってきてバレルノーズに入ってきます。何かといえばバレルノーズ、はい、ロスネージです。では何か、はい、ローパス、はい、はい、どうぞ。はい、ここからパワー絞ってゆっくり飛ぶというところですよ。地形の関係であんまり減速するとね、やっぱり失速してしまいますので、でもほぼゆっくりというか離陸の時の速度、エンジン自体は電池制御になっておりますので、止まることはまずない。ながら上昇していきます。ちょっと邪魔ですね。別に動物に決めてるんじゃないんですけど。まあちょっと結構上空見られてまして、減速するとね、ジェット機の特性で出てしまう。はい、背面。まあ、上昇していく感じです。逆地、逆地で、パイロット苦しいでしょうね、これが。でも、人が乗ってませんので、せず。
着陸準備ということで皆さんの目の前で車輪を出すそうです。パワーを持ちます。回ってから着陸したので、皆さんの目の前で写真を撮ります。はい、トラックパターン、ギアダウン。着陸もベインギアだけつけて銅像を上げたまんま完走してから銅像を下ろし、それからブレーキ、車輪ブレーキついてるんですよね。車輪ブレーキついてるので銅像を下げてブレーキがかかって停止しているそういうパターンです。ここからアイドリングで速かった。でもブレーキがかかった。はい、ここから綺麗な着陸で参りましょう。はい、ジェットセットのフライトでした。ありがとうございます。